それをぜひご覧いただければと思っております。ありがとうございます。今までたくさんよさこいソーラン祭りに参加されてきたと思いますが、中でも印象に残っているよさこいソーラン祭りの思い出はありますか？そうですね、やはり初めてファイナルのステージに上がらせていただいた時、こちらの記憶というのは結構昔になりますけども、思い出深い、ところになります。ありがとうございます。では最後に一言お願いいたします。はい、3年ぶりこのよさこい相談祭りのこの8丁目ステージで踊れることを、楽しく見に参りました。北の大地、最後の、よさこい相談祭りでの2社丁目のステージになりますので、ぜひ皆さんの心に刻んでいただきたいと考えております。ありがとうございます。では演舞の準備をお願いします。よろしくお願いいたします。改めまして続いて踊っていただくのは旭川北の大地の皆さんです。旭川北の大地は1997年1月に結成し、各種お祭りイベントに参加してきました。今年25年の活動に幕を下ろします。旭川北の大地最後のよさこいソーラン祭りでの演舞をお楽しみください。それでは踊っていただきましょう。旭川北の大地の皆さんです。どうぞ。改めまして、ただいまご紹介いただきました旭川北の大地です。今年度の、活動をもってピリオドを打つというような決断をいたしました。25年間、支えていただきました多くの皆様に感謝し、また3年ぶりにこの8丁目ステージで踊れることに感謝を込めて、皆様の心に残るような演舞をお届けいたします。どうぞ温かいご声援のほどよろしくお願いいたします。閉ざすように失いし鼓動、絆を胸に光求めて、大地2022演舞桃園歌はっ。無情に空よ歌
きなご声援ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。